忘れてた。あ、指が痛い。指が痛い。忘れてた。上げる。下げる。はい。寄せてあげる。あ、最近、炎上してる人。さあ皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。脇毛のキコちゃんです。カッペ、はい、ということでよろしくお願いします。忘れ散らかしてた。うん、何忘れてたかっていうと、まあ分かりますよね。これまあ昨日動画で負けましたけど、オーバーホールちゃんとやりましたんで、はい、あと運曲にするだけの話絶対するぞ。これ誰この人、なんで持ってる女の子、何これ、ガチャキャラ、え、何これ、まあいいや、これよ、めっちゃ引いたじゃんガチャ。まあめっちゃで、いつもと比べたら全然めっちゃじゃないんだけどさ、うん、めっちゃ少ないかもしんないんだけど、まあ普通で考えたらめっちゃ引いたじゃん俺。よし、かっこいいな、ヴィランみたいだけどかっこいいな。うん、かっこいいな普通に。何これ、あ、目の周りがこう白くなってこっち見てんだね。あ、そういう感じね。予想以上の目がちっちゃいのね君は。見た目怖っ。はい、なのでちょっと今日は、いや今回は多分ね、運極になってるやついっぺいいると思うんだよ、ほら。なんでちょっと引けるだけじゃない、また引いてどうすんだよ。できる限りやってみようと思う。はい、まずはキリちゃん、イキリトが、イキリさんが運極達成。かっこいい、こいつ普通にかっこいい。うん、あたっす、強いのかな。ちょっと使えるとこでちゃんとね、使うべきとこで使いたいですね、このキャラクターは。3体変態合計ランク1で、こいつもまあ重心化させておこう。デクさ、みんな重心化させた、そういえば。あ、重心化させたじゃない、重心化回にさせた。うん、あれさ、あんまり評判良くないじゃん。で、あんまりその重心化回デクの動画を出してる人がそんなにいないというか、まあ、キコちゃん見てないだけかもしれないけど、あんまりいないイメージがあるんだよね。うん、だからデクは重心化状態の方がなんかワンパン要因としても強いんじゃないかって言われてるし、コネクトスキルがちょっと敷居高すぎちゃって、敷居が、いや低すぎちゃってなのか、逆に言うと、うん、なんか使いづらいみたいないう形になっちゃったよね。デク艦隊持ってる人なんてそもそもいないんだからね。大前提でデクが艦隊で使えなくなったって言ってる方が逆におかしいってことに気づかなくちゃいけないよね。うん、で、なんだっけ、あと、おー、ついちゃんすごいついちゃんじゃねえんだよ、欲しいのは。なんだっけ、この子ね、まだね、運極達成してないのよ。だから次のピックアップの時にって感じで引いちゃおうかなと思ってる。それはまた別の動画でのお楽しみ。シミめちゃくちゃ可愛い、下から見たい。可愛いこの子、なんかこう普段真面目そうな子ほど可愛く見える年頃になっちゃったよね。うん、ツンツンしてそうな女の子めちゃくちゃ可愛く見えちゃう。ただちょっと眉毛剃りすぎかな。うん、で、次闇か、あー、カラスね。なんか強いらしいね、アニメの中では。常闇、ごめんね、なんか毛食っちゃった。この進化後かっこよくね、重心化後。これ普通に、ただこのデザインなんとなくどっかで見たことあるなと思ったんだけど、なんか既視感感じたんだけど、分かった、牛音虎の白面のものだ。うん、この感じそうだよ、似てるよこれ、白面のもので、下からね、こう人を憎しむがあまりにね、こうもう王様って見下すじゃん、こうやって。でも白面のものは羨ましくてしょうがなくて憎んでるから、こういう風に下から見るみたいな、なんか似てるよねその感じもね。うん、ちょっと急に牛音虎の話して申し訳ないんですけど、 OK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 。 今回は整理でございます。整理っていうか、もう本当にマゼリスクタイム。水のように混ぜてく、花のように入れてく、なったら最近打ってねえな。これ4体ね。いや、ラック1で使う理由はあんまりないから、あ、いや混ぜたからいいかもしれない。これ元々の顔とかあんのかな、最初からこのカラスみたいな顔してんのかな、それとも、あ、こいつ貫通だったの、俺気づいてなかった。
この白麺のものは。でこれも混ぜリスクして、でこれで終わったらあとはあれですよ、あの通常のモンスターたちも副産物として、うん、あの運極になるんじゃないかなと思ってるわけ。わかんないけどね。ラック1のやつに混ぜるよりかはラックが高いやつだから5の方に混ぜた方がラックスキルは発動しがちって考えた時に、まあ、こいつに混ぜた、あ1話だな、1話を1回置いといて、こいつに混ぜたった方が混ぜたった方がいいのかな。で25にしといた方がまあ友情コンボクリティカルは発動しやすいのかな、わかんないけど高ければ高いほど発動しやすいでしょ。はい、ということでここからは、通常のモンスターの副産物混ぜていこうと思います。どうなるんだろう。いやモーセとかは限定だから当たってないんですよ。いやあるんかい、嘘つけ。この間当たったんだろこれ、しかも今回のやつじゃないだろ、副産物じゃないだろこれ、この間のやつになっちゃってんだろ。いやいいですね、お正月モーセだよね確かにね、違ったっけ、ちょっと覚えてないんだけど。運極達成センキュー。着々と1500に向かっていってます。ありがとうございます。これは雨の爪も持ってるよね、ありがとねーセンキュー、私が来た、頼むぞ、かわいい、うん、いやいいじゃないですか、運極達成ありがとう。眉毛剃りすぎだね、剃りすぎてるというかマロみたいなこと。そしてあ、ハンターキングは、ハンターキングはなってないね。あやばい、不穏な影がもう終わっちゃうの。いやなるし、ありがとう。3人目の運極です、ありがとう、ありがとね、かわいいよね、かわいい、よし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 、オッケー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 、よいしょ、あーこれはないか、もう終わっちゃうかなこれ、まさかまさかのまさかの平のまさかの、あやばい、これ無理だよ、95だもん、そう君は無理だとして、あヤバタニエン、ヤバタニエンの関東風カニタバだよね、混ぜれば運極なんだけど混ぜたくないよね、あこれ持ってる気がする、持ってないし全然持ってないし、終わり？終わりなの？俺の物語はここで終わりなのか、まさか終わりだね、多分マイストーリー終わり？うわ、やばい、嘘、意外と出てない、出てる初の曲、初めてだよ、初めてのチュー、運極達成ありがとう、嬉しいな、イケメン、イケイケてる、めちゃめちゃイケてる、これはならないのか、でなんか94多いな、あーなんか中途半端な感じあこっからはもう微妙だね、うん、98とかになっちゃうもんね、まあ、ただちょっとお付き合いいただければ嬉しいでござんす、うん、あこれか、岩投資か、岩投資は98、妖怪1足りない、お前妖怪だったのか岩投資、ふざけやがって、あとは92のこの子、うん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 、ゲーテ君は、あーうん、なるほどです、ダッキーは持ってないだろうな、ダッキー綺麗に運極になりそうだよ、面白いね、あれあれ、あ待って、この子当たってる気がする、うわ惜しい、めちゃくちゃ惜しい、どうしようこれ、なんだっけ名前、セクメトじゃなくて、ヘナトス、あーヘナトスじゃないよそれ、ドラクエの呪文や、くっそタナトスだよ、もうこれはさっき見た気がする、ティンクルティンクルでしょ、知ってるよ、ちょっと待って、これ終わりだね、もう多分終わりだね、これあ、終わってんね
忘れてたものをさね、混ぜようとしてさ、予想以上にしょぼかった時のこの動画のね、スカスカ感ね、やばいんだけど、普通に恥ずかしいんですけど、はい、そんなわけで終わりかな、終わりだよね。ちょ、所持数で最後見てみようか。いっぱい持ってる人が持ってるから、いや、お前じゃねえから、お前は確かに持ってるけど、絶対そこがトップ2だって分かってるよ。お茶子も、そう、トップなの分かってた、分かってたよ、分かって、あれ分かっで暮らしてこ、97爆豪がそんなことある。いや、だってそれさ、一回売却してさ、俺忘れてた。でも何でもいいよ、視点があって何一括で欲しいか選んで売るもん売っちゃおう。そうしてからじゃないとこれ分かりづらいよ。これでいいんじゃない。あ、つゆちゃんもいるの。そんな持ってたの俺。もうついちゃんね、あの4人進化持ってるし、さっきの雷くんも4人進化持ってるんで、よ、うん、おちゃこちゃんもね、おちゃこちゃん一番可愛く見えるのはやっぱ無難だよね、うん、これまさかデク、デクちゃん、デクちゃん、嘘、中心構えが運極になっていく。意味が分かんないけどなった。嬉しい。嘘でしょ、寝てる状態じゃん、マジか。あ、そう、あ、で急に終わっていく、急に終わっていく、急に終わったよねこれ完全に。あ、あ、終わってなかった、始まってた、むしろ、むしろ開始されてた、スターティングオベレーションしてた。オッケー、うわ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 の実、そんなもんかな、これで終わりにしよっか、さすがにな、うん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 、終わり。